いや大阪のですね、今回は、ウツボ公園の近くなんですけれども、もともとボー&アローで私が、手に入れたグッドカルマというエゾジカの、革ジャンというか、まあ、ジジャンタイプがいろいろあるんですけど、レザージャケットがあって、その、グッドカルマの今日はね、事務所にお邪魔して、特別にデザイナーディレクターである立花さんにいろいろねお話を聞きたいと思うんで、あ、そうだ、いつも YouTube をご視聴ありがとうございます。で、ここらの事務所なんで501、数字がいいっすね、数字がね。で、ちょっとこれグルーヴ出てます、グルーヴが出てる。ちょっとグルーヴ出てますね、グルーヴが。はじめまして。どうも、はじめまして。これやばいっすね、これ。これやばいでしょ。これやばいっすね。これはやばい。じゃあ早速ちょっとお話をね。もうグルーヴしかないですけど、これグッドカルマですよね。あ、そうです。やばい、はい、じゃあ早速。めっちゃかっこいい。はい、ということで、はじめまして、こんにちは、兄貴と申します。立花です。先ほどもちょっと話したんですけれども、ボー&アロー、はい、もうよく YouTube でも何度もロケさせていただいてて、はい、そのボー&アローでこのグッドカルマを私は試着して、これ同じタイプの黒いやつかな。そうです、色違いです、ね、そう、エゾジカの黒いやつをちょうど5月ぐらい、はい、今年の5月ぐらいに買わせていただいたんで、はい、ちょっとね、まだね、まだちょっと残暑残ってる、まあ、これ公開多分もう冬ぐらいだと思うんですけど、はい、まだね、外で着れてないんで、早く着たいなと思いながら、そうですね、そうで、大阪ロケ来るたんびに、もう、そう、遠藤さんからその立花さんっていう方が、はい、まあ、デザイナーであり、代表であり、ディレクターでありみたいな、で、ね、はい、で、いろいろ話を聞いて、あとはタグあります、ここ。タグはないか、散歩だから。全部ついてます。このグッドカルマあります、はい、それをちょっと見、そう、これとあとプライスのこれもあるじゃないですか。あれがないか、はいはいはい、ね、ありますよ。本当ですか。はい、ちょっと待ってください。ですか、これちょっとついでにこれめっちゃかっこいいです。これ事務所ショップじゃないですよね、これ。ありがとうございます。この日差しやばくないですか。完全事務所です。このウツボ公園見えますよ、これ。ここなんか兄事務所にしたいですね、なんか探偵物語の世界を感じますね、これ。昭和ダンディズムというか、この小窓に合わせたブラインドもこれオーダーですね、これ完全に。そうですね、これもかっこいい、これ、そうそう、で、これグッと来たんですよ、この遠藤さんに。なんすかこれ。いや、その立花さんって人がこれボールペンで書いてるんだよねって聞いた時に、もうだから見てください。ペンダコ見れた。ペンダコ、ちょっと今ね、まだちょっとマシなんですけど、そう、それでいろいろ聞いて、もう絶対会いたいなと思って、もう初めて今日お会いしたんですけど、はい、めちゃくちゃ話しやすいですね。ありがとうございます。っていうか、なんかしました。まあ、僕の方はね、はい、一方的に知ってたんですけど、本当ですか。なんか初めての気がしない。いや、本当不思議ですね。不思議ですよね。なんか、はい、なんだろう、うん、なんて表現すればいいかはちょっとわかんないんですけど、これはグッドカルマっていう、はい、そのブランドの、はい、まあ、良い行いみたいな意味で。そうですね、まあ、いい感じっていう。いい感じ、スラングなんですか、造語ですか。造語っていうか、まあ、ちょっとスラング入ってるとは思うんですけど、そのなんかもう響きが気に入りすぎて。なるほど。グッドカルマっていう。カルマってのはその、語業とか。業って分かりやすくすると何、行い。そう、そんな感じです、ほんまに。行いとか、だから、あと何、まあ、いろんな意味ありますね。でも、まあ、例えば、ほんまに報いとか。なるほど。雰囲気とか。なんか、いいっすよね。俺、なんか名前もすごくいいし、すごくいい言葉だし、うん、普段、なんだろう、生活してても、なんだろうな、こう、例えば、天禄の角打ち屋さんとかで飲んでて、はい、隣に初めて来た観光客らしき女性が、はいはい、ビフカツ何を頼めば、どのタイミングで頼めばいいんだろう、冷蔵庫から勝手に飲み物を持ってきて、キャッシュオンデリバリーに困ってる時に、あ、手が空いてる時に
ビール瓶いただきますって持ってきて大丈夫ですよっていうのはそういう要求を行いじゃないですか。ああ、そうですね。そういう心掛け、グッドパルマ、本当でやってから。なんかでも、まあ、とにかくもうほんまに僕的には、はい、そのグッドパルマっていう言葉をアメリカのその友人からちょっとたまたま出たタイミングがあって、なるほど、何グッドパルマってそのっていう意味を調べたら、なるほど、いいなって。まあそんなん結構もう昔の話なんですけど、でも響きがずっと頭の中に残ってて、響きがいいですよね。じゃあちょっとそっちに一回、こっちも素敵なんで、ちょっとここでちょっと座りながら、はい、おとといか大阪でちょっとどうしても気になる人と気になるお店があって、はい、中津って何にもない住宅街、隣小学校の横の、あ、はいはい、まあ、イマジンっていうお店がちょっとインスタで見て気になってて、 あとはシトレさんがコラボ、あの、谷さんと、はい、あの共演したりしてずっと気になってて、ちょっとお店面白そうだなと思ってパッて行ってみたら、たまたまあの谷さんいらっしゃって、はい、でいろいろそういう話になって、ちょうどあのグッドカルマ のジャングルパーティー具をちょっとここが切りっぱなししたみたいで、はいはいはい、チャックが思いっきり前に出てるみたいな、はい、今それはないけど、 あります、はい、こちらサンプルなんです。まあサンプルって言っても、これすごくないですか、これもう痺れたんですよ、この。あ、ありがとうございます。俺も自分のジャングルパーティー具全部この商品もうリペアしようかなって思っちゃったぐらい、これ。でもね、あの元々の始まりはほんまにそれこそ、僕のアメリカの友人が、はい、ジャングルファティーグを面倒くさいから、はい、こういう感じで引き出しのジッパーにしてたっていうのが、なるほどね、そこがやっぱデザインソースなんですね、はい、それがかっこよくて、はい、そう、イマジンこれ置いていろいろ話したら、やっぱりあの立花さんの方も、あの方もよくご存知で、はい、谷さんとかもお付き合いあるんで、あ、もちろんもちろん、はい、大阪のこういう洋服関係のつながりみたいな、そうですね、はい、あとは、例えば本水のクワちゃん、はい、クワちゃんはもうほんまにもう長い、もう25年、やばいっすね、25年クワちゃん見てますか、クワちゃ ちゃんこれロケしてる時は海外で買い付けちゃうと思うんですけど、はい、そんな古いんですね。ほんまにお互いがクワちゃん多分20代前半で、へ、アメブラの古着屋にいた頃クワちゃん、もともとだからあれ最初古着屋じゃなくて新品でしたっけ。僕ですか、はい、僕ナイロンっていうね、わかりました、はい、神戸のあの高架下で一回お邪魔したことあります。ナイロン寄ったりとか、なんだっけ、タイガーブラザーズ、なんだっけ、はいはいはい、タイガーブラザーズじゃないですか、あそこにブラウロしてひょうたんであの餃子で買って、その時思い出しました、ね、で何の話だっけ、僕のクワちゃんとか大阪の話か、もともとじゃもともと、まあ今はこういうグッドカルマブランドをやられてますけど、はい、どういう、まあなんか大阪でセレクショップやられてたとかも、みんな大阪で僕がお話してる方はみんなその時代のもう伝説すごかったんだよみたいなことも聞いたんですけど、その、まあ、簡単な、まあ、経緯っていうか、はい、クワちゃんの出会いから、そうですね、そのグッドカルマまでの経緯を、はい、そのアメカジショップ、アメカジのセレクトショップなんですけど、基本新品です、新品とでもユーズドも普通にありました、古着もユーズドというか、まあ、言ったらダブル X のデッドストック100本みたいな、ああ、何年ぐらい前ですか、そんな規模なんです、2000年ぐらい、2000年、まあでもね、僕が入ったのは1997年とかなんで、はいはい、そうですね、大学出てすぐそこの、はいはい、ナイロンっていうセレクトショップで働かせていただいて、はいはいはい、でもそこでほんまになんかもう基礎はそこ、クワちゃんと出会い、その頃クワちゃんは僕がそのナイロンを辞めた後ですね、辞めた後、はい、ほう、あの共通の友人を介して、はい、はい、まだほんまにクワちゃんが20歳前後、昔から髪こうやって言ってたんですか、うん、もうクワちゃんもあの感じですよ、昔から。その頃からヘンリーネックでした、ヘンリーネックやったかもしれないですね、もうヘンリーネックでブーツが基本自分でウォルトデスク、うん、この間の話して、はい、スニーカーは履かないんですかって俺聞いたら、はい、買い付けの時だけ、はい、ワークマンのスニーカー履いてるって言ってかっこいいなと思って、はい、買い付けの時だけワークマンのスニーカー、うん、でもまあ基本的にブーツとヘンリーネックが自分のスタイルだって言ってたんで、昔からそんな感じ、いやでもクワジャンはほんまに、まあ僕とかそのたまにやっぱり今も会うんで、はい、そんななんていうんですかね、昔その25年前と、はい、うん、なんかそのままのような、そのまま、村上さんは、村上君は逆に、うん、なんていうんですかね、僕がそのセレクトショップしてた時に出会ってるんですよ、はいはい、遠藤さんは、遠藤さんもその時ですね、その時にあのアメリカの買い付けとかで
あったら挨拶させていただくっていう感じで、はい、でそのままナイロンでお勤めになってて、そこから自分のお店を始めるんですか、はい、その後に。ね、うん、その後またちょっとね実は、うん、いろいろある。そうなんですよ、ヨーロッパもののセレクトショップ、うん、今度は逆にアメリカじゃなくて、うん、ヨーロッパのセレクトショップちっちゃいね個人の、はい、そこで1年ぐらいなんですけど、たった1年なんですけど、はいはい、あそこに勤めてたってことですか。はい、勤めさせてもらって。自分で始めたわけじゃなくそこでいて、はい、でその後グッドカルマも。その後まだちょっとあるんですよ、まだ、はい、まあ、言える範囲でその後、はい、差し支えなければ、はい、そのあの言えないことないんですよ。言えないことないですか。空白の2年があるとか。空白はないですね。大丈夫ですか。連絡つかなかったとか、ね、でそのお店がヨーロッパのセレクトショップが、はい、結局僕もつ店を閉めるってなって、もう終わったよ、はい、で僕どうしたらいいんかなっていう感じじゃないですか。ああいいっすね。一応そのセレクトショップに出入りしてたメーカーさんの方が、僕って何ですか、こんな感じでいつも来たら喋ってっていう感じやったんですけど、うち来るって言ってくれたんですよ。いいんですかって、はい、でそこのオーナーさんも、はい、そこの社長さんによろしくねっていう感じで話決まってたんですけど、はいはい、そこの社長さんが、はい、一回ちょっと、うん、もう採用するのは決まってるけど、うん、面接に来てほしいっていう感じで言われて、はい、僕行ったんですよ、ねはい、落とされましたね、うん、落とされたんですよ。落とされたわけだから昔から、うん、とにかく面接に落ちるんですよ。いや俺採用してもらえないんですよ。なんだろうな、俺面接、まあこれも面接じゃないですか、お互いの今日初めて会って、はいね、俺瞬間合格ですけどね。何が合格か分かるんですけど、人として、はい、まずもう大体カメラ回ってるのを忘れそうになりますね。あこうやって話してると嬉しいですね。それぐらいなんか僕はグッドカルマ、グッドカルマで落とされて俺どうしようみたいな。で自分で始めるんですか。そうそうなんですよ。だからもうどこも雇ってくれへんからちょっと自分でやりだすっていう。最初からレザー。いやいや全然最初だから郵送ですね。あヴィンテージショップ、お店やってた。お店はほんまに最初オープンした時、はい、30歳の時なんですけど、2005年ですかね、はい、にもう 100% アメリカで買い付けたものだけで、ヴィンテージから向こうで買ってきた、はい、その例えばデザイナーズブランド的なやつをちょっとミックスしてっていうメンズレディースで、はいはいはい、それとか自分で始めたってことですよね。そうです、自分で買い付けも自分でやったこと。自分です、はい。もうだから誰かと最初に買い付け行って教えてもらったっていうこともない。マジっすか、はい、なんか師匠がいてどうとかじゃなくて。ないです、全くないですよ最初。だからロックンロールっすね。ありがとうございます。転がり続けるわ、まあ、もう僕最初だから初めて。やばいよ、だってもうジョンもいるしさ、はあリンゴもいるし、はあ、全員いますけど。ビートルズ好きなんですか。ビートルズも好きですけど、この写真家が好きなんですよね。あ、これなんていう写真。リチャード・アベドンっていうね。へ、うん、ちなみに話がめちゃめちゃ飛んじゃうんですけど、向こうもその誰かの作品ですか。あれはね、僕の友人。めっちゃかっこいい友人がやってる。そうなんだ。ハーリーっていうアーティストが大阪なんですけどいてまして、そのあのカーリーが面白いな。あれアインシュタインが2つ重なってるんですね、人が。そうなんですよ、さすが。でもアインシュタインに重なってるのはキスだな、あれ。あ、そうなんですよ。あ、やべ、ちょっと僕そうなんですよ、全然話が進まないですけど。まあ、その古着屋やって、はい、でやってそこで、で徐々にセレクトにシフトしていくんですよ。セレクト、新品のセレクトやって、はい、それもどういう方向のやってたんですか。セレクトは結構最初は大阪ブランド、関西のブランドの僕が好きなブランド、面白い、当時ね、はい、ほんまに面白いブランドが多くて、大阪、はいはいはい、でそういうのから始まって、だんだん徐々にその海外のやつもやりだしたりとか。だから例えばグレッグ・ローレンとか。何年ぐらいやってたんですか、その店。それはもう16年半ですね。じゃあ皆さんそのお店、あれすごかったっていうのは、その時代のそのお店のことを。まあそうそうそう。でそれをもうそれもなんか飽きちゃったんですか、そうやめた経緯っていうのは。まあ飽きたっていうあれでもないんで、まあでもどうなんですかね。まあ違うかなみたいな。そうですね、なんか
なんかちょっと違うことしたくなったんですよ、ね、で、はい、ここにたここそうです、ほんまに最初からレザーで行こうって感じですか。グッドカルマ、はい、誕生のなんか ストーリーは最初これもあれなんですけどその店を閉めようってなんか違うことしたいってなった時に、うん、まあ店を閉めるってなった時にまあでもまあ今までまあ結局服のことしかしてきてないんで何も他できないんで、うん、作ろうってなったんですけどそれをその昔から そのアパレル入った時の友人に、はい、もう店辞めるわっていう話したら、はい、マジでってどうするんっていうかいや服作ろうかな思ってんねんで、あそれいいんちゃうってなったんですけど、はいはい、まあ言っても何も知らないんで僕はその生産背景とかそっか別にデザイナーの勉強したしパターンがどこってか、まあ、仕入れてショップでお接客だけだったから、はい、そうなんですよ。しかも僕体育大学なんで何か運動されてたんですか。そういうわけじゃなくて体育大学高校までは野球やってたんですけど。あ野球なんですね、はい、で大学はまあソフトボール部、野球からソフトですか。そうなんですよ。ポジションはソフトボール部ですか。うん、幽霊部員です。あもうとりあえず入ってただけみたいな、はい、まあ、そう練習 は、まあ、一応は練習は出てたんですか。練習に出てないんですよ。何の話してたか分かんなくちゃなんだっけ話がだグッドカルマの誕生だ。そうですね。何も分かんないから何も分かんない何しようってなって、はい、で友人に言ったらほなとりあえず、うん、そのまだ店残り半年ぐらいある時期やったんで、うん、その一回自分で作ってみて、うん、でそれをその店あるうちにお客さんに見てもらって、うん、なるほど商品のプロダクトね、反応をちょっと見てもらったらいいんじゃない、はい、っていうことで、はい、ああそうやなって言って、うん、一発目に作ったのがこれやったんです。これは革ジャン作りたかったんですか。革ジャンというかとりあえず一発目は革ジャン作りたかったんですよ、うん、はあ、はい、でもうこの、いわゆるファーストタイプっていうか、はい、まあ、Gジャンの中でもいろいろありますけど、はい、これを自分なりにちょっとアレンジっていうか。そうですね。これもだからそうずっとね作りたかったこのナチュラルエッジ、その革の端、これすごくないですか。ここなんですよね。これサイズいくつですか。これが3です。あ、俺2着てるんでしたっけ。カナダの2ですね。あ、2か、はい、これも2です。2ですか、はい、ちょっと俺それ着てみていいですか。ちょっとだいぶあったかいです。俺まだね5月で黒だからね全然いやちょっとしっとりしてますよ、はい、いやしっとりしてた方がいいですよこれちょっとしっとりしっとりしてた方がいいって湿気がありますよ。変な感じ。いや大丈夫、ここで着ると快適だから。あ、大丈夫ですね。結構着込むとこれぐらいになるんだなっていう。そうですね、結構経年変化は早いんで。いやこれ本当遠藤さんのとこで見着た、まずこう、はい、ラックで見て何すかこれみたいな。作ってる途中すかみたいな。あ、それにしてこういうなんか切れ端っていうかステッチはなんかいろいろやっぱり今の、まあ、ヴィンテージショップも何だろう、日本の染め物も、まあ、アーカイブじゃないですけどヴィンテージを再構築再解釈するっていうのは、はい、多分、まあ、トレンドっていうかそういう主流メインストリームじゃないですか、はい、なかなか音楽と同じ新しいものって出にくいと思うんですよ。そうですね、今はね。じゃあどう再開して、うん、どう壊してどうぶっ壊してもう一回作り上げるかっていうところで、私はもうすごいこのヒレ、はい、ヒレというか、まあ、ナチュラルエッジっていう、ナチュラルエッジが切りっぱしのところとか、はい、でそれぞれ違うしこの感じもそうだし、はい、でやっぱり私もこのファースト型がすごく一番好きで、はい、あとはレザーのこのエゾシカ、エゾシカですね。エゾシカどっからで革ジャンを作りたい、はい、でファーストタイプのこのエッジっていうかここを、はい、これなんかヒレじゃなくて何でしたっけ、ナチュラルエッジ、あナチュラルエッジね、はい、ナチュラルエッジを生かしたい、はい、じゃあレザーはどうしようって思った時に、はい、あこれじゃあこのナチュラルエッジが、はい、ありがとうございます。ただまあ僕も半袖の方が快適で、じゃあ一回置いといて、まあはい、ここから試着するんで、じゃあそうです、ね、でそのエゾシカはどうやってたどり着いたんですか。それはね工場さんで最初その普通のディアスキンで、うん、普通のごく一般的な、やっぱディアとは思ってたんですか。ホースとかシープじゃんとか、あもうディアでっていうのが革ジャンでもその結構やっぱり年を重ねる度になんかこう登場回数が減ってきてて、
あ、年齢ってことですか。年齢とともに、もうだって重い昨年の50代っていうそうですね、はい、わかりました。だから重くてしんどいからっていうのをちょっと解消したくて、はいはい、まあ、気軽に羽織れる、なんかこうパッとこうシャツ感覚でも羽織れるぐらい楽な革ジャン作りたくてっていうことで、最初ギアスキンかなっていうのを、はいはい、もうでナチュラルエッジでってなったんですけど、はいはい、やっぱりそのファーストサンプル上がった時に、うん、いや全然ちゃうみたいな、あ、やっぱ自分のイメージそうです、僕の思い描いた感じグッと来なかったってことですね、うん、の、まあ、ね、バッドカルマでしたね。あ、バッドカルマ、ね、動画やった方がいいですよ、いや無理です、僕無理、それいわゆるバッドカルマですね、バッドカルマ、あ、はい、最高だマジ、はい、それでそれバッドカルマでなんかちゃうなって、なんかちゃうなって、まあ、もうなんかちゃうなじゃないんですよ、あ、もう全然違う、全然違ったんですよ、バッドカルマって感じ、まあ、バッドカルマで、その時たまたま、はい、その工場に、はい、エゾシカの革が1枚原皮が、あ、はいはい、ポロンってなってて、はい、なんじゃこれや、工場の社長さんが、うん、これでやってみたらどうすかねみたいな、うん、いやこれめちゃくちゃいいんですけど、はい、雰囲気も最高なんですけど、はい、ちょっとごつすぎるんですよ、まあ荒いっていうかちょっとね、ガチッとこうね、はい、もっと分厚かったんですよ、めちゃくちゃ、そうなんだ、はい、めちゃくちゃ分厚くて、それが、はい、いやこれやとね、ちょっとその僕のその軽く切れる、うん、楽に切れるっていう、ちょっと違うぞと、違うんですよねって言ったら、あのちょっと空いてみたらどうですかっていうことで、あ、そうかそうか、はい、いろいろ空くとこの感じになる、1.2 ミリに空いてるんですよね、これとか、まあ、確かに軽いんだよな、はい、軽いですよね、はい、なんかこう肩肘張らないですよ、はい、こう羽織った時にこうエッジもこういうとこもなんかナチュラルなんでしたっけ、ナチュラルエッジ、ナチュラルエッジ、結構アクが強そうに見えるっていうか、なんかグルーブ強めだなって思うんですけど、着てみると馴染む、本当にナチュラルっていうか、まあもともと多分、まあ、ステッチの技術はあったのは、皮、動物の皮を人がまとう、まあもう何千年ぐらいに始まったことかちょっと分かんないですけど、まあ縫う文化がない時は多分まと切ってまとってた、うん、そうですよね、でその後に縫う文化ができたから、より自然といえば自然で、でこれがだから最初の初号機、はい、最初にできたのがこのファーストジージャンタイプ、そうです、そうです、これが一発目のやつですね。ちなみにこれ黒はあります、私が買っていただいたの、黒は、はい、あります、ちょっと黒サイズいくつですか、黒着てみましょうか、これがね、あ、でもこれあれか、 3? あ、これがサンプル、でもサンプルサイズいくつですか、サンプルのこれが2ですね、一応、あ、じゃあ俺と、はい、一応同じサイズか、はい、それに着てみましょう、でもね、ちょっと多分片野さんの買っていただいたよりもしかしたらちょっとちっちゃいかもしれない、これだからナチュラルヒレだっけ、なんだっけ、エッジ、エッジです、ナチュラルエッジの、何でもいいです、ナチュラルだからヒレでいい、ヒレヒレでいいっすよ、ヒレのね感じでね、同じ2でも同じ3でもね、そうなんですよね、ヒレ多め、ヒレ少なめとかあるから、あります、あります、試着してみないと分かんないのと、はいはい、一枚一枚ね、個体差ってかね、もう別物っすね、はい、そうなんですよね、と、もう、なんだろう、焼肉で言えばね、もうツラミとハラミぐらい違うね、あ、そんな違いますか、昨日の昼行ったタケって焼肉めちゃめちゃうまくて、あそこって今日もう一回行ってもいいなって思うよう、まいからタレに漬け込んだ肉にちょっとさっぱりしたタレを、ちょっと多分片野さん買っていただいたやつよりちょっとちっちゃいと思います、これ小さい、はい、ほんまに一番最初のやつなんで、ここもちょっと、はい、もうちょっとあると思います小さい、本当だ、はい、ちなみにこっちはサイズいくつ、これはね1なんですよね、はい、あ、私がね着てるのね、あの買わせていたんで、これよりもうちょっと大きいですね、これぐらいですね、はい、そうなんですよ、これちょっとちっちゃいですね最初、これがほんまのだからエゾシカ使った一番最初のやつです、最初黒だったんですか、最初黒で、はい、じゃあこれが形としてはこれが出て、はい、で次っていうか大体 何種類ぐらいあるんですか、ジャケット、ね、次がムートンやったんですよ、次ムートンだったんだ、次ムートン、2発目ムートン、3発目がレザーショーツ、はい、あのカーハード型とかはじゃあ後は4発目ですね、そうなん、じゃあ歴史を振り返ると、はい、まあ、これ私が買わせていただいた、これは2ですけど、ちょっと大きめの私は2、そうですね、はい、で、こっちの色はもう後なんですか、じゃあ出た、いや、いや、もう一番最初から、はい、あります、こで基本 2色ですか、基本2色ですね、ゲームの時点で、いや、こっちもいいっすね、いいんですけど、こっちはね色のブレがすごいんですよ、確かに同じ黒とは違って違う、黒はね安定がすごい、安定するんですけど、ヒレと色もダブルで、ダブルカルマですよね、これも、そう、あとダブルカルマ、ダブルカルマダブルカルマいただきました、でファーストあって、だからこれとかもちょっとまた、これはカーハート型、そうです、はい、
なんですけど、これ もう色がまたちょっと違うでしょ。これでも一緒なんです。こちらがこれ色一緒なんだ。1か1で私切れそうなサイズありますか。あ、これね、これが2ですね。じゃあそれちょっと着てみましょうかね。 これすごいな、ほんと。これサンプルでまだ着込んでない。これは着込んでないですね。ああ僕が着込んだ黒はあるんで、後でぜひ着てください。コムすごいですよ、ふたふたで。あ、だから3、まあ、ゆとりがあってアームホールも横もあるんですけど、3できるとよりオーバーサイズ感が出て、私の身長だと、はい、まあ、2だと大人の、まあ、ジャストちょいオーバーサイズぐらい。そうですね、大人標準サイズぐらいの感じですね、はい、僕が多分それぐらいやと思う。そうだからこれで3切れとここら辺まで下がるから、それはそれでまあありなんですけども、はい、でもこのヒレ効果で、はい、袖が短いとか長いとか超越しますよね。そうですね、はい、そんな細かいこと言ってないでみたいな。ありがとうございます。でこのヒレなんですけど、はい、すいません、ヒレになっちゃった。ヒレがだからその、はい、僕のそのアメリカ人にお世話になってたディーラーなんですけど、はい、そのヴィンテージのディーラーで、うん、あのセブンティーズレザー強い人がいたんですよ。ヴィンテージの、その人が着てたジャケットが、うんうん、当時そのヒッピーが手作りで作った、うんうん、そのまあ作りがめちゃくちゃ荒いんですよ。うん、やけどそのレザージャケットがこういうヒレだったの。ヒレをね、すんごいもう裁断せずに作ってたんで。じゃあ70年代そういう手法があったんですね。いやもうね、手法というかもう完全に手作りなんで、あのそうです、イーストウェストとかそういうノースビーチとかそういうんじゃなくて、もう完全に一個人が、一個人が作ったやつがこのヒレを生かしたやつをやってたのを。どんな形だったんですかそれは。それはね、結構あのトラッカージャケットを普通にやったんですけど、もうほんまに全然その作りも荒いし、そんな完成度は低いんですけど、うん、でもそれがすごいかっこよくて。色は黒、色はね普通にこの色ですね、キャメルっぽいような。レザーは何のレザーだと。あれは鹿でしたね。へえ、じゃあ、はい、ある意味その人もう、その人は交流ないんですか。全然今も交流、その外人は未だにあります。へえ、今もヒレ着てるんですかね。あ、もう多分着てはないと思うんですけど。本当に、はい、ちょっと体重増えたんで。へえ、でこれはこれの元っていうかデザインソースは、はい、カーハート。カーハートですね。何ジャケットっていうんですか。カートもいろいろありますよね。カーハートはね、まあ、カバオルとは言わずチョアコートっていう風に、はい、言いますよね。でもこれもね、カーハートでもそのちょっと年代混ぜた感じです、ね、いろいろそのミックスしてるんですね、はい、この袖の感じとかは、はい、一応これ70年代のカーハートでそういうこういう感じがあったんで、はいはい、それを裾とこれがちょうどそのナチュラルエッジを生かすのに適してたんですよね。なるほど、はい、なるほどね、はい、いやこれもすごいな。そうですね。でポイント、まあ、フード、ね、フードがやっぱヒレならではの、はい、なんか炙ってマヨネーズつけそうなのに見えてきましたすごいですよね。でもそのやっぱりエゾシカならではのこのいい意味での村っていうか、そうなんですよね、いい意味でのなんかなんて言うんだろう、自然感というか、そこもやっぱすごい魅力ですね。ぜひこの僕が着込んだ黒を着てほしい。あ、じゃあそれを、はい、これすごいですよ、ほんまに。何年ぐらい着てる感じ。いやいや全然まだ、リリースしたのは今年の2月なので。あ、そっかそっか、はい、でも全然サイズ感もちょっと違うでしょ。ちょっと伸びてるんで。伸びてますね。伸びてるんですよ、結構伸びる。それも個体差によりですけど結構伸びる。伸びます、はい、その人に合わせて伸びる感じですね。黒だとここがアクセントでこうなるんですね。そうなんですよ、はい、茶はならないけど、はい、茶はもう茶なんですけど、なんかシャレが効いてていいっすねこれ。そう、この感じがね、なんか僕は好きで。あ、すげえなこれ。やっぱいいっすね。なんかこうポケットの伸びた感じもちょっとね、ダランとこうダランとした感じが、いや、ありがとうございます。だから、このカーハート型があってファーストがあって、はい、エゾシカはそれ2種類大きく分けて、ジャケット、あとはまあレザーショーツ、ね、あ、そっか、先ほどあったレザーショーツ見ていただいた、これか、先ほどあった。これはやっぱ秀逸だな。でも本当にこれ上下に来たらやばいっすね。
これ下履いて、ね、上ジージャンファースト着たらやばいですね。そうですね。でもね、なんか去年あるお店さんがそういうなんていうんですかスタイリング組んで、かっこよかったですけどね。これグッドですね、これね。でちなみに東京、だからグッドカルマのオンリーショップはないから、はい、ないです、はい、ないです。直接ないんで、はい、まあ、私はボ、あのボアンドアローで知りましたけど、はい、大阪の、まあ、セレクトおよびヴィンテージミッチョップみたいなところ、はい、何店舗かそういうところでは 見れるというか、そうですね、はい、されていて、東京大阪今4店舗ですかね。4店舗、東京、はい、東京1店舗、リスターさんっていうお店さんですね。それは、ホームページとか、あとはインスタグラムを見ると、はい、いろいろ取り扱い店とか分かる。あ、そうですね、あのホームページがなくてまだ。あ、本当ですか、最高っすね。最高ですか。じゃあとりあえずインスタ、どうしたらどうしようも、最近ちょうど考えてたんですよ。いや、全然十分っすよ。そうですかね、うん、じゃあインスタの方にあのブランドの発信力、インスタであの全部あの取扱店とかは一応飛ぶようには、なるほど、はい、させていただいてます。